じゃあ次の質問いきたいと思います。はい。夫とセックスレスできないと言われるという質問に、ね、答えていきたいと思います。はい。 旦那さんとのセックスレスのことです。結婚2年目なんですが、結婚半年でセックスレスになりました。始まった当初は相手がを泣きながら責めるようなことをしてしまいましたが、朝木さんの本や投稿を見て一旦落ち着こうと、キスやハグはしているし、仲いいからまあいいかと、セックスしようと誘わなくなりました。それから1年近く経ち、やっぱり子供が欲しいし、セックスもしたいので、落ち着いて伝えましたが、子供のことは今お金がないから考えられない。で、子供のことがなくてもしたいと伝えたら、できない、わからないと、1年前セックスレスになったこと、同じ言葉しか返ってきました。 もうすぐ36歳になるのでそろそろ欲しい子供も欲しいしセックスもやっぱりしたいのでけ離婚も考え始めましたただ夫のこと愛してるしまだ私にできることがあるのは後悔しないようにやるだけのことはやってから離婚という決断をしたい何かアドバイスいただけたら嬉しいですなるほどねうん。 まあねあのあれですよセックスレスって私つくづく思うんだけどセックスってすごく本能的な行為じゃないですかだからあの話し合いでセックスって改善しないんだよね絶対うん話し合いって結構理性的な行為でしょだからそれで私も昔ねほんと自分でもやってつくづくあれはよくなかったなって思うんだけどあの 話し合って、例えば私もね、昔ね、ちょっと仕事とかがすごい忙しかった、いろいろして、あの、セックス,エスになった時に、ちょっとこんなんじゃ、ちょっとやばいから、うちら夫婦はやばいから、あの、もうちょっとちゃんとセックスしようっていう話をしたのね。で、その時に二人で決めたのが、あの、じゃあさ、あの、週に一回は頑張ろうみたいな、じゃあ毎週木曜日は頑張ろうみたいなことをで木曜日はね、偏差しから疲れるから、じゃあ土曜日の夜頑張ろう。いや、でも夜は眠いから、よし、日曜日の朝頑張ろうとかね。 そんな感じで話し合って決めたことがあったんだよ。あったんだけど、まじそれって、あの、ダイエットを始めようと思って、明日からは水1日2リットル飲むみたいな感じで、まじね、1回ぐらいしか続かないわけ。だからそういう、なんか、 話し合いというか理性でこうしなきゃねみたいなことを決めたり、じゃあ来週から頑張ろうとか決めてもマジ無理だなと思って。だってセックスなんてもっとなんかこう性欲がさ、バーってもうやりたいみたいな感じで湧いてこないとできないわけよ。ねうん。だからまずね、あの話し合いで解決するのはもう無理なんで、うん。まずそれを、 それをねあの、認識すること、うん。セックスレスを解決する方法はもう本能に訴える、もうこれ一つしかないわけよ。うん、ね。だから、あの、私、講座生にも必ずね、こういう質問をいただくときにアドバイスするのが、いや、もっと本能に迫んなきゃダメだよと、うん。普通にね。で、本能に迫ってどうやってやるんですかっていうと、普通にあの自分がセクシーにするんだよね。うん、セクシーに。まあ、こう、なんか、セクシーなランジェリーとかを着てみてもいいし、あとは、なんか、 普段からね、やっぱりとどうしても夫婦になって一緒に住んじゃうとちょっと女を捨ててしまうじゃないけど、うん、なんか身だしなみとかもさ独身の時に比べてあちょっと適当とまでは言わないけどあの結構なんか下着姿でうろうろしてしまったりとかね <laughs> わかんないけどそういうとにかくあの相手の性欲がうわうわなんか湧く瞬間を作れていないんだと思うわけ。うん、だからその その女性というかその本能に訴えるような、うん、ことをまずはするっていうね。だってそんなのはさ、相手関係なく自分次第じゃん。自分次第変えれるわけじゃないですか。こういうちょっとセクシーな服を着てみてもいいし、あとはもうね、普通に一番シンプルなのは、あの、旦那さんが、 ベッドに入った時に襲うことだよね。普通にシンプルに。普通にさ、あのさ、脱いでさ、なんか <laughs>、無理やり、無理やりというかさ、あのね、そのまま裸でこう注したりとかさ、なんかちょっと触ってみたりとかさ、あの、したらいいと思うんだよね。うん。それ、それで、ね、 基本的に一発で解決すると思うんだよね。なんか私結構もう、うん、いや別にさそ、それでいきなり登場して惹かれるような関係性ってすごい微妙だと思っていて、うん、なんか、ババーンとかやったら変態みたいだけど、なんか、新しいランジュに買っちゃったみたいな感じで、なんかちょっと恥ずかしいんだけど、見たいとか言って、やったりとかさ、すればいいじゃんうん。っていうね。うん。だからなんかその、 自分のセクシーさが足りないんですよ。 はっきり言っちゃうとね。うん。そう、そう、普通に呼ばいというかさ、なんか、それこそ、だって昔の、その、私もそれこそね、あの、ナポレオンの邸宅とかさ、ナポレオン邸宅だったかちょっと忘れたけど、<laughs> とにかく昔の人のさ、邸宅とか見てきたわけよ。で、昔の人ってやっぱさ、一分多妻制度が特にそういう皇帝とかはさ、妻が何人もいて、愛人とか妻が何人もいて、で、ナポレオンのベッドは一つなんだって。でも、女たちの寝室はベッドがダブルベッドになっていて、それはナポレオンが今日は誰のお部屋に、 行こうかなで女の人の部屋に行ってそこであのまあ、やることやって帰って1人で寝るっていう感じのスタイルになっていてもうねあの時代の人たちが今夜ねナポレオンとかね皇帝にね自分の寝室に来て欲しいと思うことのためにどんだけ頑張ってたかっていうことをねあのみんなはもうちょっと知った方がいいんだと思うわけ。なんか夫だからって 夫だからなんか私のことをねすごいあのセックスさせてほしいみたいな,なんていうのかな自分に性欲感じて当たり前というかあの夫なんだから私の性欲を満たすべきだみたいのはまあすごい傲慢じゃないですか。<laughs> ねそうじゃなくてもっとさこうあのもうちょっと謙虚にね <laughs> 謙虚に謙虚に言ったらいいと思うわけよ。うん だってしたいのは自分なんだからしたいのは自分なのになんか夫に性欲をどうしたら夫がセックスしたくしたい感じにやなってくれますかみたいなあの自分が変わるんじゃなくて夫を変えようとするんじゃなくて、まあ、自分がか先に変わることですよねはい次